L700S ミラージーノ、今回ねラジエーターじゃないです、イグニッションコイルね、ここのダクトをねラジエーターの時にね抜いて引き抜くっていうね、バキュームホースをねかわしてで引き抜くっていうね説明したんですがね、そこからのねイグニッションコイルとプラグね外し方やっていきます。まずこの透明外していきます。こいつねホースかわしてもらって、こんな感じでね外します。これはね大丈夫ですね。ちょっとね押しながらねこのグッとねレバーを上げてもらったら簡単に抜けます。このカプラーねあんまりつまみすぎるとね割れるやつもあります。まあねちょっとねこっち側にやろうか、こっち側にねちょんとやればね、外れました。ちょっとちゃいますね、やっぱりつまんだ方がいいです。3番はね変えてると思いますね。これでね、もう引き抜いていくだけですね。やっぱりね、オイル漏れしてます。ここのパッキンね、サキちゃんジーノでね、やって、僕がね、ちょっと入れるときに、入れるときかな、外すときか終わりましたね。よいしょ。NGK ですね。よいしょ。1番はねちょっとオイルついてますがね、まあ、とりあえずね動作確認では大丈夫でした。2番もね綺麗ですね。でプラグね16、一番ねオイルドロドロですので、ね、こういう場合ねちょっとクリーナーでやってエアで拭いてねちょっと清掃してからやってください。16、ヘッドのねネジ山はね潰す可能性があるのでね、だって緩めたらね手で外してください。で入れる時もね止まるまでね手で入れてください。で締め付けて組み付けていくだけです。今回ね、イグニッションコイル、プラグ外し方、やっていきました。他にもね、いろいろ動画出しますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。